こんにちはヒューガヨイチですそれでは今回も、えー、ルカの、えー、デボーションシェアということでルカの福音書20章を読んでいきたいと思いますある日イエスが宮で人々を教え福音を述べ伝えておられると祭司長たちと立法学者たちが長老たちと一緒にやってきてイエスに言った何の権威によってこれらのことをしているのか あなたにその権威を授けたのは誰なのか教えてくれませんかイエスは彼らに答えられた。私も一言尋ねましょう。それに答えなさい。ヨハネのバプテスマは天から来たのですかそれとも人から出たのですかすると彼らは論じ合った。もし天からといえばどうしてヨハネを信じなかったのかと言うだろう。だが、 もし人からといえば、民は皆私たちを石で打ち殺すだろう。ヨハネは預言者だと確信しているのだから。そこで、どこから来たのか知りません。と答えた。するとイエスは彼らに言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に言いません。また、イエスは人々に対して、 このような例えを話し始められた。ある人がドウ園を作り、それを農夫たちに貸して長い旅に出た。収穫の時になったので、彼は農夫たちのところに一人のしもべを使わした。ドウ園の収穫の一部を収めさせるためであった。ところが農夫たちは、そのしもべを打ちたたき、何も持たせないで帰らせた。 そこで別のしもべを使わしたが、彼らはそのしもべも打ち叩き、恥ずかしめた上で何も持たせないで帰らせた。彼はさらに三人目のしもべを使わしたが、彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。武道園の主人は言った。どうしようか。そうだ。私の愛する息子を送ろう。 この子ならきっと敬ってくれるだろうところが農夫たちはその息子を見ると互いに議論してあれは跡取りだあれを殺してしまおうそうすれば相続財産は自分たちのものになると言ったそして彼を葡萄園の外に放り出して殺してしまったこうなったら 武道園の主人は彼らをどうするでしょうか主人はやってきて農夫たちを殺し、武道園を他の人たちに与えるでしょう。これを聞いた人たちは、そんなことが起こってはなりません。と言った。イエスは彼らを見つめて言われた。では、家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。 とと書いいてあるののはどういうことなのですか誰でもこの石の上に落ちれば粉々に砕かれまたこの石が人の上に落ちればその人,は押ししますその人を押しつぶします立法学者たちと再主張たちはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいた。 それでその時、イエスに手をかけて捉えようとしたが、民を恐れた。さて、機械を狙っていた彼らは、偽人を装った回し物を使わした。イエスの言葉尻を捉えて、総徳の支配と権威に引き渡すためであった。彼らはイエスにこう質問した。先生、私たちは、あなたがお話になること、 お教えになることが正しく、また、あなたが人を分け隔てせず、真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで、私たちがカエサルに税金を納めることは、立法にかなっているでしょうかいないでしょうかイエスは彼らの悪だくみを見抜いて言われた。デナリ銀貨を私に見せなさい。 誰の肖像と名がありますか彼らは、カエサルのです、と言った。するとイエスは彼らに言われた。では、カエサルのものはエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らは、民の前でイエスの言葉尻を捉えることができず、答えに共嘆して黙ってしまった。 復活があることを否定しているサドカイ人たちが何人かイエスのところに来て質問した。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もし、ある人に、ある人の兄が妻を迎えて死に、子がいなかった場合、その弟が兄嫁を妻にして、兄のために子孫を起こさなければならない。ところで、7人の兄弟がいました。 長男が妻を迎え、子がないままで死にました。次男も三男もその兄嫁を妻とし、七人とも同じように子を残さずに死にました。最後にその妻も死にました。では復活の際、彼女は彼らのうちの誰の妻になるのでしょうか。七人とも彼女を妻にしたのですが、 イエスは彼らに言われた。この世の子らは、めとったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死んだものの中から復活するのにふさわしいと認められた人たちは、めとることも、嫁ぐこともありません。彼らが死ぬことは、もうありえないからです。彼らは見つかいのようであり、 復活の子として神の子なのです。モーセも芝の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで死んだ者がよみがえることを明らかにしました。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。神にとっては全ての者が生きているのです。立法学者たちの何人かが 先生、立派なお答えです。と答えた。彼らはそれ以上、何もあえて質問しようとはしなかった。するとイエスが彼らに言われた。どうして人々はキリストをダビデの子だと言うのですかダビデ自身が紙篇の中でこう言っています。主は私の主に言われた。あなたは私の右の座についていなさい。 私があなたの敵をあなたの足台とするまで。ですから、ダビデがキリストを主と呼んでいるのです。それなら、それなら、どうしてキリストがダビデの子なのでしょう。また、人々が皆耳を傾けている時に、イエスは弟子たちに言われた。立法学者たちには用心しなさい。 彼らは長い衣を着て歩き回ることが好きで、広場で挨拶されることや街道の定石、宴会の神座を好みます。また、やもめの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちは、より厳しい罰を受けるのです。 はいということで20章は「さまざまな人々とイエス様の対決というか論争」ですね「ある日イエスが宮で人々を教え福音を述べ伝えておられると祭司長たちと立法学者たちと長老たちとあ立法学者たちが長老たちと一緒にやってきて」とありますけれどこの祭司長たち立法学者たち長老たちとの論争 えー、そして人々に対しての例え話、えー、その後、えーまあ回し者たちのやり取りそしてドカイ人との論争、えー、そして、えー、まあイエス様がまあみ皆に対して、まあ、彼らに言われたと41節にありますけれど。えー とまあ、その街道にいた人々への、えー、イエス様の、えー、教え。そして、えー、と45節は弟子たちに対する、えー、教えというふうになっています。でこれ、まあ、まタイの福音書とほぼ重なる部分ですね。で、まあ私が教えられたことは、まあ、この復活した時の人々の姿ですね。サドカイ人たちは、まあ、復活はないと言っていたわけですけれど、えーまあ、イエス様はその 復活した、まあ、救われた者たちの姿というのをここで語られているわけです。35節ですね。次の世に入るのにふさわしく、死んだ者の中から復活するのにふさわしいと認められた人たちは、目とることも嫁とぐこともありません。彼らが死ぬことはもうありえないからです。彼らは見つかいのようであり、復活の子として神の子なのです。 といいう,うに書いてありますで、えー、まあ、まず私たちは信仰によって、えー、復活するのに、まあ、次の世に入るのにふさわしいものとされたということですねそこにはイエス様を信じた人だけが入ることができるということを、まあ、もう一度ここで教えられるわけですそして、えー、私たちは見つかいのようになる とい密会と,、ね、というのは、まあ、100%神様の御心だけを行う存在、まあ、罪がないわけですね。えー、サタンはまあ堕落した密使ということですけれど、えーまあ、神様の御使たち天使たちですねは100%神様の御心を行うわけです。 ですから地上で私たちは、まあ、自分の罪であるとか、まあ、自分の肉の弱さのために未、えー、心を行うことができない、まあ、行いたいけれど行えないという存在なわけですけれど、まあ、いつかはこの死の体から解放されて本当に100%神様と共に生き、えー そして神様の見心だけを行う、喜びの生活が待っているということを思わされ、とても励まされました。その時を目指して今日もこの地上の旅を進めたいと思わされました。では祈ります。天のお父様、次の世に入る。そして死んだ者の,の中から復活するのにふさわしいと私たちを認めてくださった。 イエス様の義とと愛を覚えてありがとうございます今日も天を見上げて喜びと感謝にあふれて歩むことができますようにイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメンそれでは今日はここまでにしたいと思いますありがとうございました。